おはようございます。後半も1週間満足していきたいと思います。筋トレをやっていきます。このチャンネルでは危機感持てよとかそういったことは押し付けないのでご安心ください。よいしょ。最近仕事仲間が根こそぎなんか筋トレを始めてるんで、上司さえもやってるんですよ。負けてらんないです。せっかくあるから蜂蜜のぶとこ、ザバスのソイプロテイン、ちょっと盛り気味でスクープ4杯入ってます。うん、いや、やっぱ筋トレ後のプロテインほどうまいものはないです。はい、そして初手安定の納豆です。あ、納豆は混ぜれば混ぜるほど美味しくなるんで、しっかり混ぜましょう。この炊飯器5時間ぐらいで保温が勝手に切れるんですけど、逆に言えば5時間までは一生保温すられ続けるんですよ。炊飯器をセットしてそのまま寝落ちして、まあ、早炊きからの5時間保温、そして放置っていうので、ちょっとご飯がね若干硬いんで、卵も混ぜて緩和していきます。12時間後じゃちょっと遅すぎる。先日更新したバイクの任意保険の保険証券が送られてきました。まあ、これでバイクの自動車税も払ったし、任意保険もしたし、今年は車検がないということで、まあ、存分にねバイクに乗れます。とか言うてる中、仕事に行かなければならない時間を若干超過し始めてるんで、そろそろ向かっていこうと思います。よし、じゃあ仕事行きます。はい、それではちょっとのんびり散歩しながら仕事へ向かおうと思います。はい、というわけで今日のご飯です。はい、というわけで仕事が終わりました。これとこれか、上司からおすすめされたこのサイクルミーのブルーベリー&クランベリー、あとオレンジとみかんを買いました。なんかこれを氷貼って、氷の中に両方混ぜるとカシオレみたいになるらしい。はい、というわけで帰ってまいりました。30分ぐらい前にエアコンがつくように設定してるんで、部屋がいい感じにちょうどいい温度になってて、洗濯機も乾燥まで終わってて、で炊飯器もちょうどね炊けているっていう、もうパーフェクトすぎる、まあ感じです。はい、というわけで本日のご飯です。はい、というわけでいただきます。マジ最高、やばいって。はい、というわけで明日の弁当をもう先に用意しちゃおうかなと思います。ストック化したおかず、うん、いつも適当に取ってるんですよ。今ねバリエーションが多分5種類ぐらいあるかな、5種類ぐらいあると思うんで、適当にいつも取って入れて、まあ、あとね時期が時期なんで、梅干しをね1個乗っけるという感じでやっております。さっきのアボカド丼めちゃめちゃ美味しかったんですけど、あの量じゃ全然厳しいって。というわけでいつもの要領でパスタを茹でて、まあ、特に具材はないんですけど、割と素のままで食っちゃおうかなと思います。あーあー、めっちゃこぼれる。とりあえずこれニンニクが絶対余るから、ニンニクちょっと持っとこう。生姜もいっとこう。どんな味なんだろう。うん、寂しいって。どんどん味が攻めの方向に行ってるんで、ちょっとここでここで中和するためにバターを入れます。ん、これはうまいな、うまい。あ、いいわ、バターと醤油でよかったのか。はい、というわけでですね、ついついサボりがちになってしまうシャワーを浴びてこようと思います。でもやっぱこの夏の時期って
ぱその汗かくじゃないですか。寒い時期よりはまだ積極的にシャワーいけるなって思いましたね。ベタつくし、その臭いしみたいな感じのがあるから、やっぱ夏ってね、みんな危機感持つんですよね。今ちょっとアマゾンとかでいろいろ調べ物してたんですけど、全然前回ぐらいの動画でエアタグが欲しいって嘆いたんですよ。で、今いくらぐらいなんだろうなと思ったら、アマゾンでなんか前見た時より値段が上がってて、こんな値段コロコロ変わるんだと思ったんですけど、某R10さんがねちょっと安かったんですよ。あ、意外と安いんだと思って覗きに行って、一瞬買おうかなと思ったんですけど、もうちょっと調べてみたら、おう、ワイフーさんのね、ところで、めっちゃ安いのがあったんです。まあ、めっちゃ安いって言っても、3700円ぐらいだったかなっていう感じで、で、あ、これいいじゃんと思って、ちょっと買おうかなと思って、いろいろね、こう見てたら、なんだっけな、なんか、久しぶりに使う方のクーポンみたいなのがあって、なんか見た、そんなようなやつが、なんか2種類ぐらい適用されて、500円引かれて、1500円引かれて、まああとなんかポイント入るポイントすぐ使うとかもできて、あとはまあペイペイはね、一応お金として支払ってるんですけど、クレカの決済18円でした。まず、起きた瞬間にやることは、シャワー、あんま浴びたわ。うわぁ、眠いときはそこを目に1個入れるんだ。いつまでもベッドの中にいたら縮みつかねえから。別に完璧になれとは言わないんでね、ある程度さ、そう、寝袋も外でさ、これだけでも部屋の見栄え変わるから、ここの2時間が大事なんです。朝一発目の、そしたら俺は検便したんだけど、検便してすぐ YouTube 見る。シンプル雨降りすぎだろう。外がコールドシャワーだね。はい、というわけで、よいしょ。まあずっとね、続けてる筋トレなんですけど、まあここ数ヶ月はね、ちょっと活動休止してたんですけど、そろそろやろうかなと思って、今日はやっていこうと。筋トレはやっぱね、YouTube 見ながらね、YouTube 見ながらやるのが一番でできます。今日は、腕立て。やっぱね、筋トレやってる YouTuber のね、あれを見ながら一緒にやるのが一番いいですね。一番山沢さんのね、動画で3年ぐらいお世話になってる感じです。片足上げて、いつも言ってるんですけど、これ15秒のインターバルが入るんですけど、たまに30秒のインターバルあるんです。30秒休んだらマジ動けなくなるから。ダメ。あ、全然無理。厳しい。やっぱプロテイン飲むんだったら、やっぱ断然筋トレ後の方がね、美味しく飲めます。あれ、めっちゃ垂れてんじゃん。
納豆がなくて、正直今からこのね土砂降りの雨の中スーパー行くのもちょっと嫌なんで、このコウ君と卵をね焼いていこうと思います。こういうジメッとした日ほどさ、冷やし中華とか行くべきだと思うんですよ。まあでもうちなんもないんで。ちっ、うん、うまっ。はい、それでは準備ができたんで仕事行ってまいろうと思います。はい、というわけで本日のご飯です。です。はい、というわけで仕事が終わりまして帰ります。いや、やっぱり今日は筋トレもしてるんで、やっぱ良質なタンパク質を取らなければならないと思って、今日はちょっと寄り道していこうと思います。じゃあ、ありっちゃありだな。とんこつラー、あの豚骨ラーメンに野菜炒めが乗ってる系のラーメンでしたね。まあまあ美味しかったです。はい、というわけで帰ってまいりました。帰ってきたら速攻でシャワーを浴びたいと思います。はい、というわけでシャワーを浴びてきました。歯もね磨いてしまったんですが、ちょっと今日はすごい疲れたので、冷蔵庫でキンキンに冷やしてた飲みます。うまいわ、しみる。おはようございます。11時にアラームをセットしたんですけど、アラームが一切聞こえないままこの時間になりました。まずはスーパー行ってこようと思います。はい、じゃあ準備ができたんでスーパー行こうと思います。あ、ほんと納豆買うだけです。99円、88円、94、98円、88円、616円、商品を全商品100円、合計点数は7点。こいつどう見ても内側にいない？あいつ壁抜けしてったぞ。今日もモチベがあるので筋トレをやっていこうと思います。筋肉痛。洗い物まで終わって、やること一通り終わったんで、天気を見たら、なんか今日雨降らないっぽいんですよね。だからまあ、ちょっと軽くね、バイク用品店行って、ちょっとね、最近興味があるものがまた一つ増えたんで、それを見に行こうと思います。それがスマートモニターって言うんですけど、今、この iPhone を、バイクに取り付けて、ナビとか、まあ音楽聴いたりとか、まあそういうのやってるんですけど、なんかそれをもう、もともとバイクにつけちゃう。で、この、なんだっけ、カープレイ。なんかこの iPhone と接続できるのがあるんですよ、 Bluetooth かなんかで、っていうのがなんか今流行ってるっぽいんで、ちょっとどんなものかね見てこようと思います。いや、今のこのハンドル周りのここをね、まあこのスマホじゃなくて、そのなんだっけ、スマートモニターっていうその画面をね取り付けて、しかもバイクから直接電源を取るから、まあ、いちいち取り外しなくていいっていうのが、まあ、あるんですよ。っていうのをここしばらくね、ここ1週間ぐらいね、
なんかたまに調べてたんですけど、めっちゃ良さそうなんで、ちょっと今日はねそれを見に行こうと思います。そう、 Vlog を2分割した理由なんですけど、話すとか言ってて、今の今まで忘れてたんですけど、自分自身が結構このね動画の素材っていうのを結構撮りまくってちゃってるんで、そうだからまあせっかくだったらちょっと分割していこうかなと、うん、まあ、何が言いたいかっていうと、特に大した理由ないんですよね。ただ素材が多い動画編集というか、動画編集アプリでの、まあ、事情っていうのはまあ正直あって、ルマフュージョンっていう動画編集アプリを使って iPhone で編集してるんですよ。Mac でもできるんですけど、まあ、あえてその iPhone で全部完結したいっていう、まあ、こだわりがあって、まあ、iPhone でやってるんですけど、いつもね撮ってる素材たちが 4K なんですよ。で 4K の素材を使って 2,30 分の動画をね編集してると処理落ちするんですよね。ルマフュージョン自体がの動画、まあ、最近元ブログなんて撮ってるんで、元ブログの素材を編集してる時に気づいたんですけど、もしかしたら素材が小さくて容量軽ければ処理落ちしないんじゃないと思って、まあ、実験しながらやってたら、まあ、見事に処理落ちしなかったんですよ。っていうことが分かったんで、まあ、Vlog 自体も結構ね30分近くになることが多くて、やっぱ処理落ちがめっちゃあったんで、まあ、だったら、まあ、動画がもし30分になるんだったら2分割して中間ぐらいでぶった切って2本に分けたら、それぞれの Vlog は15分ずつぐらいになるから、まあ、そっちの方がねストレスフリーで編集ができるからいいかなって思って、まあちょっと1回やってみたっていう感じです。まあ今後もしかしたらまたやり方変えるかもしれないんですけど、理由としてはね動画編集が大変だからっていう感じです。このまま何もなければナップスへ到着です。いや冗談きついって。はい、というわけで二輪館へ到着しました。ナップスがあれだからなんかめっちゃバイクある。あれ、まあ、どうやって乗せる。これでペアリング。はい、というわけでスマートモニターを、まあ、実際にペアリングしたりとか操作してみたんですけど、そう今はこうやってね予備のスマホをねハンドル周りにつけてるんですけど、これ自体がいらなくなるから。それじゃあ次なる目的地へ向かっていきたいと思います。まあ、ここから1時間ぐらいなんですけど、まあ、まだね時間に余裕はあるんで、ちょっとのんびり向かっていこうと思います。まあ、言うてねすぐそこの日光街道を左に曲がってって感じかな。はい、というわけでライコランド東京東雲ベイかな到着しました。えげつない台数いるんですけど。はい、というわけでライコランドへ到着しました。今からスマートモニターを再び見に行きます。土曜だからかめっちゃ人がいる。同じのだった。しかも1個しかない、うん、買い物終了しましたね。いやまさかライコランドよりもナップスよりもノーマークだった二輪館の方がスマートモニターのデモ機がたくさんあるっていうね、そんなオチでしたね。めっちゃのんびりしてます。よし、買った。金貨はねちょっとねお隣さんのエピットさん、アピットさん、ちょっとねまた久しぶりに行ってみようと思います。いつもついでに来るんですよねここ。
なんかこういう小物って見てるだけで楽しい。ちょっといいなと思ったけど値段がね許してくれやせんよ。ワイスピアン。中にスタバがあるんでちょっと動画編集の作業でもしようかなと思ったんですけど、それよりもついさっき買ったボルトをね早くバイクに取り付けたいっていうのを帰ります。はい、というわけで筋肉痛がねめちゃめちゃ来てるんですけど帰ります。よいしょ。こんな明るい間に家帰るなんて珍しい。まあ日が伸びたっていうのもあるんですけど、スーパー寄って帰ります。なんだっけコロッケが、スーパーでコロッケが安くなってたんで買ってきました。はい、というわけでいい感じに取り付けができました。裏側も余裕持ってボルトの長さ確保できてるんでいい感じじゃないですかね、これで。はい、それでは料理をしていきたいと思います。はい、というわけで今回なんですけど、本当は鶏ガラをね絶対入れてる、先日切らしてしまって、海鮮だし。はい、というわけでシャワー浴びてきました。というわけで、このまま料理を、ね、引き続きやっていこうと思います。はい、まずはさっきスーパーで買ってきたアメリカ産めっちゃアメリカン。あ、そっか、牛か、これ豚かと思ったわ。で、なんかめっちゃいい匂いする。ちょっと想定外っていうか、普通にボンミスで豚肉と牛肉を間違えて買ってましたんで、ちょっとね、2回に分けて料理していこうと思います。まずはね、でも こんな牛肉さ、もうさ、まず塩じゃないですか。ほぼほぼ焼き上がってくる頃に、粗挽き胡椒をかけていきます。はい、続けてもう半分も焼いていきます。そして最後にバターを落としていく。はい、というわけで完成しました。右の方がもう塩コショウだけの味付けで、左がえのきと、あとはまあバター醤油炒めって感じで。はい、では本日のご飯です。もう肉しかねえ。はい、というわけでヒロアカをね見ながら食べます。いただきます。いや、マジミスってね牛肉買っちゃったんですけど、めっちゃいいんですよ。うん、まっ。やばい、うまっ。いや、もう塩コショウだけでうまい。うん、いや、バター醤油もね最高。やばい、1パックで2度楽しめるってね、マジで最高。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。来週も満足していきたいと思います。というわけで、ボーでした。バイバイ。